こんにちは、リップサンフラ塾店の村上です。アシスタントの池島です。斉藤です。今日は僕たちのチームが一番最近オーダーのあるパーマのバランスを皆さんに解説 とスタイリングのポイントも含め今日はちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で今日紹介するのはフェザーバングというバランスなんですけど、まあちょっとこう横を向いた時に耳周りと襟足がすっきりで、ちょっとこう刈り上げる。でポイントとしてはこの前髪のところをちょっとこう残しベースにカットすることによって少し前下がりのバランスにしてあげて、こうくしゃっとスタイリングで握るだけでこの顔周りの前髪の上なんですけど特にこう空気感が出るように今日はパーマをかけていきます。じゃあパーマやっていきます。お願いします。お願いします。それではスタイリングに入ります。今日使うワックスは白の08マットハードワックスを使ってスタイリングします。最初後ろからつけていくんですけど、だいたいこのぐらいですね、つけてあげてください。しっかりと根元からこうなじませてあげる感じでつけてあげてください。次前に行きます。前はめくってあげる感じで裏面につけてあげて、前髪流すときはこう1線目だけ残すんですけど、前髪ちょっと動かすときは全部いっちゃって大丈夫です。前髪は一番最後で一番少ない時につけていきます。でつむじから元の位置に振りながら戻してあげてください。トップは前髪と流す方向が一緒で、今日は左側に流します。でパーマかかってるので握って散らすだけを繰り返してあげれば、あと鉢周りは多分張りやすいので軽く押さえてあげるだけでコンパクトにもなるので、いかがでしょうか。フェザーバング